出羽の海部屋は、日本相撲協会所属の相撲部屋。現存する部屋では、最多の9人の横綱を育てたほか、3人が、協会理事長を務めるなど相撲界随一の、名門とされている。13の相撲部屋からなる、出羽の海一門の本家。保守本流を象徴する、富岡八幡宮の出羽の海一門に有愛秘書代、出羽の海は、完成の前頭筆頭。 出羽の海衛門である。出羽の海部屋を設立し、大関、市、野上浅上門らを育てた。1808年に、鹿松滝衛門が2代出羽の海を襲名したが、部屋は閉鎖された。1862年に、桂川立基地が3代出羽の海を襲名し、現在の出羽の海部屋は3代を部屋の創設者と位置づけている。続く4代出羽の海は横綱。 北たちらを育て上げ、五代ではの海の時代を迎えると、ではの海部屋は映画を極めた。五代は、大西木栃木山、常の花の三横綱に、津島灘、九州山、大野里、北たち岩の四、大関などといった数多くの関取を育て上げた。九百十七年一月場所から九百二十一年五月場所にかけては、部屋所属の力士が十場所を連続して、 優勝を果たし、この記録は現在でも破られていない。1922年に五代が成居、弟子の両国が襲名した。この際、年寄り名跡の表記からのを取り除き、年寄り六代ではの海となる。これは仙台に意見を込めてのことらしい。六代の時代も部屋の流星は続き、1931年、1月場所及び3月場所では、 番付の正方の20人すべてを出羽の海部屋の幕内力士で占めるほどだった。その後、7代出羽の海、8代出羽の海と部屋が継承される間にも数多くの横綱、大関を排出した。1900年1月場所において日立山が関脇に昇進してから1959年1月場所において横綱、 千代の山が引退するまでの60年間138場所にわたって三役力資材の記録を作る。戦時下では部屋が空襲で焼け落ちたが、他の部屋のように疎開は行わず、焼け残った一門のカスガの部屋を曲がりして活動を続けた。1968年3月場所中に横綱、佐タの山が現役引退を表明すると八代は部屋を譲り、 サタの山が九代で和の海を襲名。先代からの弟子である横綱、三重の海のほか、関脇、出和の花や小結び、大西紀など数多くの関取を育て上げた。1996年2月に九代は、日本相撲協会の役職に専念することを、理由として、部屋の師匠の座を辞し、部屋付き親方の十一代境川と、名石交換を行い、十一代境川は十代。 出羽の海を襲名して部屋を継承し、9代出羽の海は12代、境川を襲名して部屋付き親方となった。1999年7月場所には部屋、所属力士の幕内連続在位が101年で止まる。その、言葉の山や不天王といった幕内力士を排出したが、2010年5月場所に十両、不天王が負け越して幕下へ陥落したため、 それにより1898年5月場所において、北千山が十両へ昇進して、以来、112年ぶりに、関取が部屋から途絶えた。2014年4月20代が、定年退職を迎えることに伴い、部屋付き親方の14代高崎が、同年2月1日付で、年寄り名席を交換して11代ではの海を、襲名した部屋を、継承。 10代は15代高崎を襲名して部屋付き親方となった。同年11月場所においてでは早手が新十両へ昇進し、11代が部屋を継承してからは初となる関取が誕生している。2018年7月場所では関脇三宅海が1980年1月場所の30の海も38年ぶり平成時代初となる幕内最高優勝を果たした。 三宅海は2019年9月場所でも幕内最高優勝を果たし、現行の優勝制度発足以降、明治、大正、昭和、平成、令和の各言語で優勝力士を輩出した唯一の部屋となった。長年にわたり部屋には分家独立を許さずという不分立があり、1919年に当時まだ現役力士であった横綱、 栃木山が五代からの許可を受けてカスガの部屋を創設したのを例外として、それ以外は一門内での独立を一切認めていなかったが、1981年に十四代、武蔵川が武蔵川部屋を創設して、以降、中立部屋とタゴの裏部屋が独立している。また、歴代の出羽の海は、日本相撲協会の養殖を担い、五代六代は、筆頭取締りを、 7代、8代、9代は理事長を務めている。また、10代、11代も理事を務めた。長い歴史のある部屋ではあるが道場君は存在しない。1966年8月の土俵開きと現存する相撲部屋の中では最も築年数が古い。関取州の部屋が3階、若い州の部屋が4階にあり、9メートル四方の稽古場をはじめとして総じて作りが大きい。 他の部屋では上がり、座敷でちゃんこを食べるが、出羽の海部屋では、ちゃんこ場の横に食べるスペースがある。大関、編集横綱、編集大関、編集関脇、編集小結び、編集横綱、編集大関、編集関脇、編集小結び、編集前頭、編集。ありがとうございます。